ありがとう、カイトさん。だけど、雫たちと並んだ時に悪目立ちしないかしら。そうだ。なるほど。今練習してる曲、ダンスを揃えた方が見栄えがいいから、そこばっかり意識してたけど、確かにファンのことを考えたら、ソロパートではしっかり個性を出した方がいいわね。ええ、そうね。相談に乗ってくれてありがとう、カイトさん。すっごく参考になったわ。あはは。